ゴミ拾いトングの飯塚製作所と申します。で従来あのゴミ拾い、このようなあの火バサミの道具をですね使って、ゴミ拾いを今されてます。実際やらせてもらいます。この空き瓶ですとかなり滑って取れません。で、ゴミ拾い用にトングを開発しまして、もうこのようにね、滑らず簡単にゴミが拾えます。で、実際ですね、ゴミ拾いしている団体の皆様に意見を聞きましてですね、こういったトングを開発しました。でやはりゴミ拾いをされる方々の層が昨今広がってきてますので、若いお子様のイベントとかですね、あとは女性の方々、あとは高齢のお客さんとかですね、非常にあの広がってきてます。ですので長さもですね、こちら45センチですとかなり腰をかがめないと取れないと。でこちらですと60センチですんで、これぐらいのもう腰の鏡で、ゴミが取れるということで、高齢のお客様腰の負担が少ないということで評価をいただいています。あとお子さんがですねやはり、こういったものを持つとチャンバラになりますので、この先端が非常に危険だということで、こちらですとシリコンゴムですので、当たっても安心だということで、評価をいただいています。今ゴミ拾い、されている団体の方はですねマイトングというような形で、自分に思い入れのあるトングという形になってきてます。で従来このカラフルなトングで、やってまして、今度はですねこういったシックなモデルも作ってくれという依頼もありましたので、こういうのを来年展開しようと思います。あとゴミ拾いに行く時にですね、どうしてもこれ裸で持って行っているということで、こういうカバンをですね、作ってくれっていう依頼も来てますので、今こういうのを開発中です。